こんにちは、しのです。皆さんはブラックホールバグというバグを知っていますか？ブラックホールバグを使うと、こんなことや、こんなことや、こんなことや、こんなことなど、いろいろなバグを起こすことができます。今回は様々なバグを起こすために必要になるブラックホールバグについて解説していきたいと思います。作り方。レールを置く。ドッスンをレールに乗せる。ドッスンを大きくする。レールにブランコクレーンを乗せる。ブランコクレーンにハンマーブロスを乗せる。ハンマーブロスを大きくする。遊ぶを押す。作るを押す。3回戻る。レールを消す。コピーモードで2回複製。複数選択モードで加工。コピーモードで複製。これを4回繰り返します。複数選択モードで囲い、ドッスンを整える。これでブラックホールバグの完成です。ブラックホールバグの特徴1。ブラックホールバグの上に配置したアイテムは何でも重ねることができます。ブラックホールバグの特徴2。ブラックホールバグの上に配置したアイテムには一つ戻るをしても戻らなくなります。この一つ戻るが機能しなくなるバグを使うと他のいろんなバグができます。ブラックホールバグを使ってできるバグは次回以降の動画で解説していきます。ブラックホールバグを使うときに注意すること。ブラックホールバグを作って1回遊ぶと、ドッスンが透明になります。透明になったドッスンは複数選択モードで加工と出てきます。ですが、ドッスンをすべて消しても、遊ぶとまだ残っていることがあります。囲っても出てきません。こんなときはコースロード画面に行き、戻ってくると解決します。出てきました。これで出てこなくなったドッスンを出すことができます。ちゃんと消えましたね。ドッスンを消してから遊べば、先ほどの現象は起きなくなります。消しても一つ戻るをすればまた使えます。ブラックホールバグが使いやすくなる裏技。普通に作ったブラックホールバグは動画のように配置したものがドッスンの後ろに表示されてしまいます。ですが、一度ドッスンをすべて消して遊んで一つ戻ると、このように、ドッスンが後ろに行きます。こうするとブラックホールバグが使いやすくなります。ブラックホールバグのセーブについて、ブラックホールバグのドッスンは普通であればセーブすることはできません。上書きセーブプラス投稿を押すとセーブできているかどうかわかります。セーブができないときはこのように表示されます。複数選択モードで出てこないドッスンもセーブできません。ドッスンを完全に消せばちゃんとセーブできます。この画面が出ればセーブできています。セーブできるドッスンの作り方。途中までは最初に説明したやり方と同じです。ここでレールを消さずにクレーンだけ消します。レールとドッスンだけになればセーブできます。セーブができました。セーブできるレールバグは戻るを押すと普通の状態に戻ってしまうので注意しましょう。以上です。興味があればブラックホールバグを使って遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。